これあのニャン出るとね一緒に出てくるんですよ。ワンコみたいで本当にこのニャンコ、うろ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 ねこうするんですよ。ついて回してね遊ぼうっていうんでニャンニャン言うんですよ、ね、おい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 知らん顔。はい、皆さんおはようございます。 XOC です。いつもご覧いただきまして本当にありがとうございます。はい、今日はね、梅雨の合間なんですね。で晴れたり曇ったりしてまして、奈良の方もね雨降ってね大雨で、まあ、これからまたご案内したいと思うんですけども、結構不安定ですね。はい、でまあうちの方もねあのいつも分けられるか分かりますけど、ジャングルになってましたよね。うちの方の家内の方もね、もうちょっとジャングルやめてよなんて言われて、またね、吸ったもんだしております。はい。ジャングル化でございまして、いろいろちょっと考えることがありましたね。はい。まずね、今日は、そうですね、ずっと一位ごとごとやってきましたんで、柑橘類いきましょうか。はい。まず、ファーストバッターはですね、これ、甘か。うちで金柑とレモンの他にね、唯一のこのみかんの木なんですよ。で、見てましたね、これ。ここのとこに結露してましたね。こう、手でかなり強く弾いても落ちないんで、これは実るかなって。この下もあるんですよ、これ、はい。これ黄色くなってますからね。まあ、これなんかもどうかな思いますけどね。まあ、ともかくこれも苗がまだ小さいんで、でまあ、いっぱいね、体力をね、つけるように育てないと、そこそこ大きいね、この、男性のこう、なんていうの、はい、握り拳台ぐらいのね、身になろうっていうのはね、ちょっとそれはね、もう少し体力いいんじゃないかなってね、思いますね。はい。こっちの方はね、これ金柑ですね。金柑これから7月入ってくると花きっと咲くと思います。で、その間にですね、余分なね、枝をこれ切ったんですよ。中剪定っていうんですかね、それぐらいやりましたね。で中にあるような出てるような枝もね切ってちょっとすっきりさせてこういう風にこう本来それが剪定じゃないかと思うんですけどね、実をね実らすための剪定いう感じもちろんあるわけですけども、やはり暴れん坊将軍になるのはねやっぱ良くないと思うんで、風通しも悪くなりますから、そういう風にちょっと保存してます。はい。で、隣にありますのは、これはね、リノカレモンですね。リノカの方ね、今年好調で本当によく実ってまして、もうそうですね、こっちの実なんか、これ見えますかね、こっちの実なんかね、人間の、私の手の半分以上になってるんですよ、これ。これとかね、それから、ここですね、これとかね。下にもあります。だから、6つここにもあります。ここにもね、これ。はい。6つかなと思うんですけど、7つかな、なぜたくさんなってます。はい。でリスボンレモンの方は今年はここにある見えます、小さいこのね、ほんとチンケナミチンケナミ、これね3つですけどね、これ弾いても、取れないから育っていくと思いますけども、そんなに大きくならないと思いますよ。ここの枝だけなんですよ。はい。これはね、もう、そんなことで、今年もね、頑張って、気に体力つけてもらいましょう。でね、気づきましたね。これ、リスボンレモンくんなんですよ。これね、ここ、結実してます。ですから、4つかな？今、下のところでこう、なってるのね。4つ、今年なったのかな？と思います。これから上のところに花咲くのかな？これ、リノカの方はね、花咲きかけてね、結実しかけたんですよ。ですけど、もう、これはもう打ち止め。もう、そんなにもう6個もなったらこれでも十分なんで、もうやめました。取りました、芽摘みました。はい。マイヤーレモン君はね、これね、あ、ここか、これまた結実したんですよ、マイヤー君。ですからこれも取ろうと思います。今年はもうともかくもう頑張ってね育ってくださいと。もう結実は結構です。もうは苗休めてください。成長に期待してます。はい。これ取りますね。はい。取りました。はい。これはフェイジアのトライアンの花です。たくさんね、これ、今年もこれ、おかげさんで咲いてくれまして、で、ここにある、こっちの方のね、手前にある枝は、ジェミニとプリティグリーンの花粉で、
血液数をちょっと様子見てみるということでやってます。で、ちょっと そっちの方にありますね。こっちの方の枝はそばにこの上の方にマンモスがありますんで、これとのね、あの親和性をも見るという、そういう実験でやらせてもらってます。だからこっちの方はたくさん実がなったとすれば、マンモスの方の相性が非常に良かったという結果じゃないかと思います。で、逆にまあ、あっちは少なくですね、こっちの方が、たくさん実ってたら、おそらくまあ、マンモスよりも、ジェミニとか、プリティグリーンの花粉の方が好きなんだろうな、という想像はね、そうつくわけですよね。はい。まあ、トライアンフの方はですね、実も結構大きくて、で、まあ、フェジアの方のね、ファンの、話によると、マンモスよりも、味はいいという話なんですよ。まあ、マンモスの方もね、私もそのフェジアのね、特に、何でしたっけ、デンズチョイスとか、ホワイトグースかね、ゴールデングースかちょっとわかりませんけども、ああいう高級なね、フェジアの中の品種を育てたわけじゃないんで、もうこれで打ち止めですんでね、なんとも言えませんけども、そんなにね、マンモスの方もね、味はね、食べてみたら一般的ですよ。食べてみてね、ややそらお味なとこあるけども、フェジア の味はちゃんと、残してまして、美味しいなというふうに思ってますんで、そんなに不足ないんですよ。まあ、それよりも、このトライアンフの方が、マシという話なんでね、そこはちょっと期待してるんですけどね。はい。アポロがまあ、帰れちゃいましたんで、まあ、トライアンフに、と、それから今年、かなり花が咲きました、クーリジのね、その2つの品種で、今年は、まあ、楽しめるかなというふうに思ってるわけなんです。こちらにありますのはフェジアのクーリッジです。このね、苗は本当に慣れだったんですよ。起死回生なんですよ。3年前にだったかな、一遍実ったんですよね。で、実ってですね、それから調子崩してもう枯れかかったんですよ、アポロみたいに。で、2年越しにですね、カムバックしてきたっていうね、嬉しい苗なんです。クーリッジ君ね、これ花粉がすごく多いんですよ。で、自己血液の通知からも若干ありますんで、比較的ね、まあ、フェジアの中では、評価が高い、自己血液するし、たくさん花粉が出るし、という、そういうね、メリットがある、種類なんだというふうに私も理解してるんですね。ですから、これがね、カムバックしてきてくれたことはすごくね、嬉しくて、なんです。で、期待に応えてくれまして、どんどんこのね、枝の方もね、上の方に伸びてきてるんです。まあ本当にね、こういうところは、あれですよね。皆さん、いろんなものを育てていらっしゃると思うんですけども、自分の期待に応えてくれるというのはね、やっぱ嬉しいですよね。その一生懸命、世話したらね、その分、カムバックしてくれるというね、そういうところは、共通してるかな、というふうに思うんですよね。クーリッジ君もそうです、これ。で、3年前にですね、時にはね、13個できたんです。ただしね、本当にね、小さなね、チンケな実な、チンケもドチンケな実だったんですよ。これがだから今年はもう少しね、太って、まあ、食べられるね、せいぜいそうですね、5センチぐらいのね、こう大きな実になったらね、嬉しいなというふうに思います。で、味は、クーリージュはいいっていう、ですよ。ちょっと食べてみた感じはね、やや酸味ありましたけども、まあ、熟してないかったからな、というような記憶はありますけどね、風味は良かったですよ。すごく香りが良くて。まあ、マンモスよりは、こっちの方が、香りとかね、そういう味わいはね、あるかな、というのは思います。はい。はい。で、これからね、6月は病気の対策でしょ。特にブドウ。それから7月、8月になりまして、いよいよ収穫の時期になりますんで、鳥とかね、小動物がね、またうろうろうろするんですよ。それですね、ともかくこの撃退球をね、これ、また増備しまして、2つ、こことですね、上から、ちょっと失礼しまして、ここ。これはね、あれなんですよ。見て、ほら、見てください。センサーするとね、脅す光がね、放つよ。で、超音波も出てくるんです、これね。ですから、まあ、今のところはですね、なんかその被害受けてっていうか、鳥もあんまり取ってこないんですよ。音を聞き分けてるんでしょうね。その超音波のね、嫌な音が出てくるから。ということで。はい。で、ここには、以前使ってました、
これね、はい、これも結構ちゃんと機能してまして、おいおい、あれ電池切れたかな、あ、ついたついたついた、こうなってましたね、はい、カチカチカチなんでしょこれね、はい、でソーラーパネルでこれちゃんと充電できてるのかな、まあでもまあついてるから音聞こえます、ジーってね超音波走ってるの分かるんですよ、はい、ですからこれ3台でねこれね見張ってもらってます、で、桃がねこれ熟してきてねあれしますと鳥が上からねこうパーッと降ってきましたね、ヒットアンドラン攻撃するんですよ、パーッと蹴でチャチャチャッとこう食べてね、でピッと行っちゃうんですよ、それの繰り返しをするんで防鳥ネットかけます、防鳥ネットね、防鳥ネット今のところはバナーネのとそれからニセダルマティにはかけれますけども、ドーヒンとかこの辺もかけんかとダメです、フィジアは大丈夫です、また青い実でね食べるような実なんかなってないんで鳥が来ないですね、はい、それは大丈夫です、ですけどイチジクと桃は必ずターゲットになってきまして、でブドウもねもう袋分けしてないところもちょっと危ないんで、それは撃退機でこう跳ね返すという感じになってますかね、はい、まあね本当にそうしないとどんどん収穫が少なくなるんですよ、お鳥もね本当に自分のねやっぱり生活かかってるからね生きるのに必死ですから、身のあるところには少々リスクを犯してでも突っ込んできますし、はい、カラスは頭いいですからね、まあ、カラスなんか上のところにこうちょこんと乗ってねこうつついてたことあるんです、去年来たね、こそこそっと音するか行ったらカラスがねここのとこで歩いてたんですよ、うん、上のところ、うん、その調子でねこのシャインマスカットなんか狙われたらねもうたまったもんじゃないんで、ね、だからそれはもうそういうふうにしてともかく人間の知恵を働かして撃退するような感じになってます。